五条堂の勝利先生か。戦艦軍が我々を監視してる。今は非常時。ああ、絶雲の間の先人が動いた。避難しに来たのか。おそらく七星のうち数名が迎えに、双方とも強気に出てるから膠着状。こうなるのも先人たちが重要視するのは元神との契約だけだ。だがリーウェ七星が動かないわけがない。彼らが強気に出たせいで人間。それでどうしてファデュイが避難の間。全部あの行幸のせいだ。嵐が来ようとするときこそファデュイの動向を徹底的。ち、今さら俺らの行動を制限するって。とにかく勝利先生は孔子様の協力者だ。弱みを握られないように行動してほしい。どうやらリーユエコーの様々な矛盾が限界に。それは特殊な中立的立場から仲裁したいのか、それともお前個人。どちらにせよ。あ、そうだ、勝利先生、大城堂も巻き込まれて今戦艦軍と対峙してると聞いたよ。まずい。私は大城堂に戻らせてもらう。風同士がうまく対応している旅人。一触即発の爆発を止めるより新。ファデュイと仲良しになると。それで勝利が言った新刊ってなんだろうな。なるほど、確かに。こうきっとみんなが忙しい時を狙って。でもどこに。こういうどこもかしこも混乱に陥っている時。力になれるように。わー、見た目も立派だけど、なテイワットのモラが全部ここで使う罠だったのか。あ、もらえなくてもできれば。
ば中で眠りたい。そうだ、大事な。にしても、あれ見ろ、なんだ、うう、いや、早く先祖の。案内人としての使命を果たしたのに。誰だ。君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの。どこから話そうかな。遠回りは俺のスタイルじゃなかったんだ。でも君たちの操船儀式のおかげで面倒ごっモラの製造を止めて。まさかファデュイの第11位の執行。女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。取引や駆け引きの。ここからは戦いだ。戦い、まさか宿女はモンドのだ。君と戦うよりも強者に対して。だが俺がモンドの時みたいに。ああ、やってみるといいす。君は俺に勝てないよし、君もその。せっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。ファデュイの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望させないでくれ。らしくないね。まだ調整する必要がある。悪くないね。バーバラ、ミュージックスタート。判決を下す。死罪の矢。試してみようか。らしくないね。痛いから気をつけろよ。実にいい力だ。悪くないね。俺相手によくここまで持つな。へえ、これほどの実力。道理で淑女が君を警戒するわけだ。俺も本気を出させてもらうよ。
俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。やるじゃないか。みんなを守るからね。捕まえた。俺の番だ。無駄だ。バーバラ。君、案外やるね。劣勢を利用して先祖の亡骸に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。ハなるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。支払ってもらう。
渡してもらおうか。違う、オイルたちじゃない。そろそろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。そのせいで考える余裕もなかった。よくよく考えれば、君たちが先に神の心を奪う可能、神の心の剣は君たちと無関係なんだろ。そうだ、だから違うって言っただろ。旅人、
今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強い。どうしてかな。その様子じゃ心当たりはあるんだね。はぁ、俺には言えないか。君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うことになるけど。変わった価値観だな。さて今はそんな世間話は一旦置いて、任務にも神の心がここにないのなら、最初から先祖のというより先祖の亡骸自体。あ、それっておそらくね。それが本当ならさすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。となると予備プランを使うし。予備プラン？弱者に影響を及ぼすから、本来だったら使っ、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。弱者を気にしている。それにファーティスは手段を選ばない。それで一体何をする？幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？渦の魔人オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ海中に封印されて、そんな魔人が神のいない理由。俺たちを散々もてあそんだ岩王て。でも魔人戦争は2000年前に終わったんだぞ。呼び覚ます手段があるに決まってるだろ。思い出したぞ、ファリュイがそれを研究してるって。その通り。君たちに渡したのはこの剣。これほどの力を持つ禁忌滅却の札に女皇がくれた執行官の力。俺にとって上古魔人の力を使うこと、あの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考える。神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。